をしようとすると、あ、じゃあよろしくお願いします、岩山坂です、週刊ウニュです、お相手は、はい、三好純一でございます、よろしくお願いします。では今日はできたやつの振り返りということですね。はい、はい、じゃあムービーをまあ早速出していきますか、ね、これか、これだ、よいしょ、あ、そしてループ再生、ありがとう、あ、これですね、ここからですね、はいはい、はい、こんなことですね。これはつまり底辺が72度の等脚台形ですよね。等脚台形が、まあ、伸び縮みはしてるんですけど、一個止めてもらうとどうか。ちょっと、よいしょ、止めました。まあ、等脚台形なんですけど、赤、黄色、青、赤、黄色、青と、掃除ですね。掃除で、いわゆる頭皮数列ですね。頭皮でどんどんちっちゃくなっていくやつを並べていくと、うまくぴったり挟まって、ずっと、なんていうか、ギュって挟まっていって、まあ、ある種のゴールドレクタングルみたいな感じで、になっているということですね。あの、ゴールドンレクタングルは、皆さんは、まあ、また調べてもらえば、あ、うちでもムービーも上がってますし、ということですね。まあ、よくある螺旋、はい、スパイラル、螺旋スパイラルにはよく多角形の掃除が出がちみたいな感じの話で、まあまあまあ、これはこれで、なんかやっぱり、なんか見るのがこの懐かしい感じというか、うん、バラのようでもあり、貝のようでもありっていう感じの、はいはい、ちょっと芋貝的なね。そうですね。そうですね。だからそして伸びちびしゃすると、そこは行き切ると実は正五角形になるんだと思います。うん、正五角形になった段階ではもはやちっとも縮まっていかないんですけど、意味的にはガンガンこう回せばその中まで詰まっていくんですけど、あんまりやりすぎるとですね、絵が真っ黒になるので、あの、そうですよね、適当なところで、あの、台形の厚さがあるところでやって、もうそこ真っ黒ですね。もう繰り返し何回やってるのかがすごいなと。ああ、もう詰まって見えるけど、もうめんどくさい、数、あの、本当はつまり書く、あれ描画する段階でもうこれは意味ないとか切ればいいんですけどね、めんどくさかったので1000回ぐらい書いてます。あ、1000回ぐらい書いてます。あの、すげえ、この辺とかもってる時も1000回書いてます、ね。そういうことで。めんどくさかったので。多分そうでしょうね。いや、やれば、あの、やれば、あの、なんていうか、その、書く、ドローする段階になって、判定すればいいんですけどね。まあ、そんなことしなくても何も変わらないので、あの、賢いというか、バカというか、そうです、ね。大量計算してくれる。それはコンピューターが得意なところなんで。うん、そうですね。なんか、難しい、人間が考える、すげえ、あの、なんか、この知能が、計算が簡単なんだ、とかいうような言うより、コンピューターにはやらしちゃった方が簡単な時があるので。計算能力が低かった頃はまだ。ああ、そうですね。そういうのはありますけど、いやいや、これぐらいなもんなら、いやらしちまえばいいやっていうのはよく成り立ちました。これが模様紙みたいだなと思って。ああ、いや、模様模様してね。本当はここの、この辺のところが、あの、黄金コップと呼ばれてるやつにはなるんですけど、それの良さは別に。あ、ちょっと。まあ前回ね、あの、ネタ出し動画の時には、ちょっと言及してたけど。この辺か。あ、まあこんな感じだと、なんか意味のある、意味のあるはつまりうまく敷き詰めると、その大きな赤1個を5個寄せると実は正五角形になるというパズルですけど、もうそれも自体ももうパズルみたいなもんですね、うん、多分やれって言われるとちょっとあらってなりますね、という大きさなんですけど、それ自体、今回はそれ自体はその得意性は別に使ってないので、はい、そうですね、ええ、しかもなんか、うん、72度でなくても良いみたいな話も、72度でいいんですけど、その時は台形じゃなくなるね、あ、はい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 、なんか、うん、そのこれにはまるよう
四辺形になるはずで、なんつうの、底辺、底辺を合わせようとするとね、もしかすると合わせないのもいけるのか、ここの、ね、合わせた方が合わせたやつは考えやすいですよね、多分なんかこの、一周するとちっちゃいやつが自分と、止めてもらえますか、この、はい、この全体と同じ形がその中に現れてますよね。ああ、そうですね。そういうことですもんね。はい。ちっちゃい。外の形と中の形が一緒。カニの中にはガニがあって、鳥の中にはドリがあるみたいな。どういうことですか、ね、なんかね、カニの内臓でガニっていう部分があったり、鳥の内臓でドリっていう部分があったり、あ、知らなかった。タイの中になんかタイの骨があったりする、なんかそういうのが、はいはいはい、タイはなんか聞いたことあるかな。聞いてますか。なんかタイみたいな形の骨があったりするんですけどね。そういう話がありますね。それをガニとかドリとか、必ずしも掃除でとは関係ないですけどね。なんか内臓のことドリってなんかだいたい苦くて食えないようなものについてますけどね。カニの中のガニ、これはガニだから食わねえ方がいいぜ、全然関係ない話かな。あ、でもまあ、外の中が掃除ってね。あ、そうそうそう、外の中が掃除なことは、なんかいろいろあるんでね。そうですね。なんか、あんまり適当にすると隙間がいっぱいできたりしそう。適当にやると、あ、そうですね。うん、外側にはみ出したり、はいはい、重なったりね。もっとちっちゃくすれば全然なんか隙間ありでくるくる回って入っていっちゃいますかね。なんですけど、ぴったりなのはいくらかこう調節してあげなきゃいけないはずですね。もしかすると台形でこうなるのはこいつだけとかそういうことなのかな。いや、そんなことはないのでは。別に今五角形ベースだけど、あ、そうか、七角形とか、あ、七角形できる、あ、そうですね、そういうのもできる。そうだね、この前が正方形でこれが五角形の台形で、七角形の台形とか、うんうん、あ、全然それにはできますね、はい、うんうん、あ、そうです、そうです。あ、そういうことで、まあ、このピローっていうのをなんかこうピロピロっていうのを楽しんだなっていう惜しいですよね。このなんか全体的な大きさがさすがに面積が一定とかそういうことはないですよね。なんかちょっと、あ、この縮み切った時と伸び切った時の面積がどうなるか、ああどうなんだろう。なんか多分正五角形の方がでかいですよね、これ。うん、そうですね、多分そう、うん、でかいでかい、あ、でかいですね。あ、でも一瞬斜め線のとこが長さ変わってねえんじゃねえかなとか思っちゃうけど、まあここが固定なんですよね、この。ああ、そこは固定ですね。そこは1です。1、そう、これが1になってて、耳状の1です。まあ、ここの高さを変えているという、高さ変えて、これがつまり、あとは自動的に決まっちゃう、いくら1点いくつかになるんですけど、うん、うん、これはこれで面白い。これで昔岩井さんが作ったこの、これの72度で止めてもらうと、止めて72度で止めるの難しいのでこっちに72度で止めたやつがありますか。自分が一生懸命止めたやつがあるんですけど、これはですね、だから中心側から見た二等辺三角形ですね。中心、そこの、そこが72度なんで、1、1になってます、そこね。ここが2等辺三角形です。ここが1なんですよね。で、それを、なんか、コメントをつける。これ、スポットライト、違うな。まあ、いいか。いたずら書き？あ、そう。あ、間違えた。あ、そうなんできるの。うん、なんかできるんだけど、おお、失敗した。白の、ベシベシ。まあなんですけど、その三角形をその水色のところで床に合わせようとすると、あそこですね、すると、あ、それは実は台形じゃんってことになってますね。あ、ここそうですね、そうです、こいつを見ると
構台形だね。そうですね、そうですね。はい、この先はずっとこの隙間込みで見ていくと台形だね。なって台形で、まあ逆に、だからこの縮小ベースで書いてますけど、実は拡大ベースで書くと、全証言埋まっていくので、うんうんうん、あ、今回のやつもそうなんですけど、全証言実は埋まっていくので。でもこのくらいで切っといた方が分かりやすいは分かりやすいですね。そうですね。うん、全部埋まるとなんかちょっと息苦しい。そう、全部埋まってるじゃんって思って、認識が実は下がるかもしれないですね。はいはいはい。ということでね。はい。書き込みモードになってるから、これを閉じて、あ、そっか、閉じ、書き込みモードで閉じると消せなくなるのか。書き込みモードって何の機能？ズームの機能。あ、ズームの機能があるんだ、うん。なるほど。これを閉じといて。クロムとかじゃなくてね。うんうん。ああ。これはね、昔岩井さんが作ったやつです。そうですね。これが36万回再生という。そうですね。よくわかんないですけど。うん。音楽もなし、人も出ない、動物も出ない36万再生はかなり驚異的なことかなと思う。あの部分を抜き出して別の方向に変形させたのはこれということです、ね。ああ、まあまあね。まあすごい一個だけ抜け出して、そうですね、変形がね。はい。はい、どうも。じゃあ、振り返りはこんなとこですかね。はい。あ、なんか変な動画が再生が入ったみたい。ね、ちょっと待ってよ。あ、こっちでは見えてないですよ。はい。あ、なんか音声がね。ああ、音声聞こえてません、こちらには。あ、そうですか。はい、はい。では、共有停止。はい、どうも。では、じゃあ、週刊ウニューで、あ、祝いますか、YouTube ですが、チャンネル登録と、高評価と、あと、なんならコメントよろしくお願いします、ということで。はい。ではまた。はい、どうも。よろしくお願いします。お願いします。